はい、本日は鹿島健一投手、ヤクルトスワローズでございます。以前にですね、変則サウスポー5人衆というものをね、挙げさせていただいたわけなんですがね、その中でね、鹿島投手に対してのね、コメントが多かったわけなんでね、本日はですね、この鹿島投手のね、単体というかね、まあスポットライトを鹿島投手に当ててね、その鹿島投手の足跡を振り返りながら、ヤクルトスワローズでの活躍の様子をね、見ていきたいと思います。ゲートはですね、常に一塁側を踏んでですね、右足はクロスステップでね、独特のまでね、ゆっくり大きくね、腕を上げて投げるピッチャーでね、まあ上から投げたりとかね、下から投げたりとかもね、するピッチャーだったわけなんですよね。そしてですね、鹿島投手のご出身は茨城県で、そしてですね、高校はこちらの鉾田一高でございます。残念ながらね、甲子園には出場されておりません。高校卒業後はですね、社会人野球の日本交換に進まれるわけです。日本交換では1976年の投手大会でね、決勝でも先発をいたしまして、なんとね、優勝投手となっております。そしてですね、その年のドラフト会議2位でヤクルトスワローズに指名されて、プロの世界へ入っていくわけでございます。そしてプロ入り後は1年目から先発リリーフとね、大活躍をするわけでね、なんと前半戦終わってね、6勝1セーブというね、すごい成績を残すわけなんですがね、最終的には44試合で7勝7敗1セーブ、防御率 3.34 の成績を残されております。前半戦の活躍からですね、新人ながらこの年オールスターゲームにも選出されてね、オールスターでもね、ちょっとね、すごい記録を作るわけなんですね。こちらお写真はね、ちょっとまた古いね、1970年のね、これ神宮球場のね、オールスターゲームの様子なんですが、まあ実際は77年なんですけどね、その年はですね、1戦と3戦にですね、リリーフで投げましてね、2試合とも勝利投手になってるわけなんですよ。そのね、1年のね、その中でのオールスターゲームでね、なんとね、2勝を挙げたピッチャーというのはですね、オールスター史上初だったわけなんですね。2年目の78年はね、2年目のジンクスなのかね、3勝8敗と成績の方は振るわなかったわけですが、日本シリーズではね、第1戦と第4戦でリリーフ、そしてね、第5戦ではね、先発ということでね、ヤクルトスワローズ日本一にもね、貢献したわけでございます。鹿島投手、基本はサイドスローなわけですが、まあ、後ほどね、またね、映像出てまいりますので、そちらで確認していただければとは思いますがね、まあ、ストレートをね、投げるときね、上から投げる場合はですね、強い球でね、詰まらせたいときは上かららしいんですよ。そしてね、左打者のね、背中からのカーブをですね、打ち取りに行くときにはね、そのカーブをね、上からね、投げていたそうなんですね。そしてね、こちらのね、横からのお写真なんですけどもね、まあ、ストレート、そしてね、左打者のね、背中から向けてくるカーブをですね、両方ともですね、カウントを取りに行くときにはね、横からということだったわけなんですよね。やはりね、基本はサイドスローなんでね、サイドからの方がね、コントロールがいいから、カウントを取りに行くときは、左でね、横からだったんでしょうね。まあ、そしてね、上から投げればいい。やっぱり、ね、強い球が行くっていうことでね、打ち取りに行くときにはね、上からという感じでね、使い分けをされていたのではないですかね。そして3年目の79年には初の2桁となります10勝をマークされております。まあね、10勝12敗とちょっと負け越しておりますがね。そして迎えました80年、この年はですね、自己最多となる15勝の成績を残されております。まあそのうちのね、なんとね、7勝をね、阪神戦で挙げられてるわけなんですよね。主砲のね、掛布選手に至ってはですね、15打数3安打とね、打ち取られてるわけなんですよね。まさにね、阪神からはね、鹿島とね、恐れられていたわけなんですね。81年は39試合、82年も43試合とね、先発にリリーフとね、フル回転をされるわけですが、この2年はですね、共に6勝10敗というね、ちょっとね、成績の方はね、落ちたわけなんですよね。そして迎えました1983年、またね、見事にね、復活するわけなんですね。こちらはですね、その冒頭の映像の続きなんですがね、こちらがですね、1983年のピッチングになるわけなんですね。この年はですね、14勝3セーブとしてですね、完投は12、このうちね、完封が3とね、まさにね、フル回転。そしてですね、43試合の登板で232回とね、3分の2イニングスというからですね、かなりね、フル回転されたわけなんですね。そして対戦いたしますはね、ジャイアンツの好打者、篠塚選手。これ上からビシッとね、ちょっと強い球を放ってますよね。またですね、次の球はどういう、どっちからかな、あ、今度は横からね、これちょっとね、カウントを取りに行くっていう感じですよね。さあ、そしてやはりね、好打者篠塚もやっぱりこの左ピッチャーの鹿島は打ちにくいんですかね、センターフライに打ち取られておりますね。
翌年の84年もですね、35試合に投げましてね、12勝とね、2年連続2桁勝利をマークされるわけでございます。そして迎えましたね、85年はですね、本当はね、開幕投手の予定ではなかったんですが、雨のためですね、まあ、第2戦に先発予定だった鹿島投手がですね、まあね、結果的に開幕投手を務めるということとなったわけなんですよね。そしてですね、3年連続、通算で5回目の2桁勝利、11勝をマークするわけでございます。まあ、しかしながらですね、まあね、この当時のヤクルトスワローズのね、ピッチャーあるあると言ってはなんですがね、5年連続6回目のね、2桁敗戦をね、するわけなんですよね。またこれ17敗と言いますからね、かなりの負け数じゃないですか。まあね、その年までですね、鹿島投手はやっぱりね、フル回転ということですからね、9年連続でですね、30試合以上のね、登板をね、果たしていたわけでございます。先ほどはレイジースミス、そして今度はこちらはね、粟口選手ですね。なんかね、懐かしいね、まあ巨人、まあヤクルトもそうですがね、選手がね、出てきてね、いいですよね。今度はこちらの中畑選手でございますね。ちょっとこれも上気味かな、そんな感じですよね。そしてですね、まあね、中畑でね、鹿島投手はね、ストレートのスピードはね、130キロぐらいちょっとということですからね、あんまりね、スピードガンでもね、注目されてなかったのがね、良かったんじゃないかな、なんていうこともね、ご本人言われております。今の上からのカーブ、いいですよね。中田が、っていうような表情してましたもんね。まあ、鹿島投手のね、ピッチング本はね、やはりね、ちょっと変則的じゃないですか。やっぱりね、それでですね、腰に負担がかなりかかっていたみたいらしくてですね、86年には、椎間板ヘルニアの、ね、手術をされることとなったわけなんですね。27年にはですね、復活されまして37試合に登板、2セーブの成績を残されますがね、88年にはわずか一緒に終わりまして、この年を用いましてね、引退されることとなったわけでございます。通算成績は428試合に登板、85勝101敗、13セーブ、防御率 4.01 の成績を残されております。またですね、まあ、意外と言っては失礼なんですけれどもね、俊足で足が速かったらしいんですよね。若手時代にはですね、まあ、ダイソーにも起用されたことがあるらしいんですよ。そしてですね、ご自身が登板されておりました80年6月25日はですね、なんとピッチャーながらね、盗塁も決めちゃったんですね。以前のね、変則サウスポーをご紹介させていただいた時にはね、上からひょこっと投げるなんていうね、表現も私させていただきましたがね、まさにですね、先発リリーフにね、ヤクルト時代フル回転いたしまして、ね、本当に上から投げたり、横から投げたり、下から投げたり、ね、まさにひょこっと上から投げてね、さっきの中畑選手をね、こうもうね、見逃しを取るようなね、本当にね、楽しませてくれましたサウスポーでした。本日はヤクルトスワローズ、鹿島健一投手でございました。最後までご視聴していただきありがとうございます。では